月に三つ引き両成田氏たは、日本の士族の一つ。鎌倉時代から安土桃山時代にかけて、武蔵国に栄えた一族が著名である。出自は、藤原氏説と、武蔵七等の一つ、横山等説がある。少なくとも、鎌倉時代以前、武蔵国北部に寄っていたと見られる。藤原氏説には先祖を、藤原道長とする説と、藤原元忠とする説の二つがある。 道長説は、反感府に見え、道長の子孫、任隆が、武蔵区に働くんへ下校し、その総孫、女高氏は成田を名乗ったとする。ただし、反感府で、道長の子孫に、任隆は見えないと指摘される。元中説は、江戸時代に成田氏の末裔が作成した成田氏系図に見えるもので、藤原光勢の弟元中を襲とする。元中が、武蔵守となり、 武蔵国先西軍に居住したのが、始まりとされる。元中の小宗直が先西軍寺となり、家忠、道州と続き、女高氏の時になり里に居住して、地名を主としたとされる。一方、横山当説は、武蔵武士が提唱したもので、小野聖横山党の横山助高の子、聖津とむが成田を称したとあり、藤原聖としたのはこの系統の仮棒とする説である。 埼玉県市は、横山島など、武蔵部市出身ではないかとする。文献上で、成田市の活動が見られるのは、方言物語で、玄義朝方に、成田太郎が見える。行田市郷土博物館編、推し上手成田市では、成田経図で、女高氏の孫、河能が、方言の乱で戦死したとするのを、この、方言物語からの援用ではないかとする。鎌倉時代には、 成田氏は御家人になったとみられる。あず鏡では、文治5年7月、源、頼朝の欧州藤原市追悼軍の中に、成田七郎助行が見える。古文書からこの時の恩賞で、成田氏は、数の軍に所領を得たとされる。上級の乱では、宇治川の合戦で、成田五郎と成田当時が功を挙げ、成田平衛と五郎太郎が討ち死にしている。憲法五年には、 北条康時の家人で、成田一族と見られる成田五郎が人情沙汰を起こしている。県庁二年と県治元年には、鎌倉幕府の代理、寺社造営費の分担をした御家人の名簿に成田入道跡の名がある。成田経図によると、女高氏助広、女皇と続く。女皇の弟、女中は源義経に従って功績を得ている。 女皇の着死、死体は上級の乱における宇治川合戦で戦死してしまい、着手、忠綱が幼少のため、女皇の弟、イエスケが女皇の養子となって、忠綱の補佐を行ったという。鎌倉幕府滅亡と共に、成田助隆の子孫とみられる、秀綱、イエ綱は所領を没収された。これにより、鎌倉幕府御家人の成田一族は没落した。数のノ氏によれば、 老左衛門の城伊綱は、子息と見られる、四郎太郎秀綱と共に、鎌倉幕府滅亡の際、北条氏と命運を共にしたという。代わって、成田氏を継承したのは武蔵七党の一つ担当の、阿保氏である。阿保氏は、安保実院の諸子、新院が成田氏の娘をめとって、成田氏と隕石関係になっており、新院の孫、後院が祖母を通じて、 成田氏の所領を継承していた。後院の子、金は成田氏を名乗り、元院からその子、大院への継承時には成田氏本領である成田号も所有している。このため、阿蘇氏所流の一族が隕石関係によって没落した御家人成田氏の領地や名石を継承していったと見られ、成田系図上は鎌倉期から一貫して続いている。戦国時代の押上手成田氏は、 実は、阿ボ氏系だと考えられている。大院は、白旗一期に参加するなどしているが、欧英2年に、張リ国主府省北方を、祇園社へ寄進した記録以降、成田氏の活動は見えなくなる。成田氏の母大寺である龍園寺の海祖とされるのが、成田五郎家寺で、中高の祖と伝わる。後世の軍記では、家時の着難は創生し、自死で後を継いだ。 シーンはアングであったといい、シーンの子、剣隊が幼くして継いだという。しかし、家時や、シーンの名は、構成資料にしか見えず、同時代資料では確認できない。室町時代後期に、三内上杉家の家臣として活躍した成田県、隊、またはその子、成田親隊は、小玉市、忍武市などを滅ぼすなど勢力を広げ、お市場を中心に、成田氏の最盛期を演出した。 しかし、上杉や貴貞の死後の上杉家家徳争いで、上杉謙実に味方して敗れ、勢力を衰退させた。県大の孫、成田町大は弱体化した、山内上杉氏を見限り御法上し、ついで、上杉謙信に仕えたが、謙信の不況を買ったため再び御法上しに、寝返るなど、目まぐるしい動きを見せた。町大のこの成田市長の代には、 小田原征伐で、ご法上氏に味方し、一時所領を失った。だが、市長の娘海姫が、豊臣秀吉の側室として、長愛を受けるなどの幸運にも恵まれ、大名として、帰り崎家下谷国から須山を領した。市長の後は、弟の成田安地下が家督を継承し、関ヶ原の、戦いの後は、徳川氏に属したが、その子の代に後継者争いが起きたため海域となった。 子孫は御家人、ついで旗本となった。なお、室町時代後期から、戦国時代初期の成田氏に関しては、近年の研究により、成田刑図記載の生没年が、同時代資料に見える成田当主の名と合わないと指摘され、実名の否定が成田刑図によっていた、県大・親大の頃の業績に、ズレがあるとする説が出されている。お追記あるは、 追記年代が、推し周辺の領主が、岩松氏から成田氏に変わった文明年間と考えられ、成田経図生没年から推測して、県体の築城とされたが、同時代史料の文明明王年間関東全林史文東小六、から文明十一年時点で、推記はその前になるため追記あるは、小六に見える県体の養父、政党とする説が提示された。 没年に関しても、剣隊の没年は、成田経図での没年、天文16年ではなく、経図で、親隊の没年とされる大栄4年で、その親隊の本来の没年は、天文14年とする説もある。2012年、野望の城公開に際して、成田長地下の子孫と、映画中での長地下役、野村萬斎、石田光成役、上地雄介が、成田氏の菩提寺。 対抗院に集結し、成田長地下校400回期特別法要が取り行われた。成田市警図判例。一実戦は実施、転線は容詞、転線は婚姻関係。二構成の都合で出生順より組み替え。AB 系浮上は死因検体で実の不死。しかし古記録。 文明名王年間関東全輪四分等小六の自公祭四軸並び女によれば、県体は長尾忠景の三男で成田政等の養子という。ありがとうございます。